最高位戦日本プロ麻雀協会より石橋信弘さん、そして渋谷アベマズより大井高晴さんです。今夜は豪華なダブル解説、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。はい、なんかういういしいご挨拶から入っていただきましたけれども、はい、大井さんが石橋さんと解説したいっておっしゃったっていうのは本当ですか？はい、そうです。あの、散々いじり倒していただいたので顔のことを、はい、今日は来ました。はい、なるほど。お二人は仲良しなんですか？お家に行くぐらいの仲ではあります。だいぶ仲良しですね、はい、それは。僕は大井さんのお家行ったことないですけどね。あ、なるほど。確かに。ちょっと硬くないですか、お二人？ちょっとあの緊張してます。一応は M リーグだし、アベマだし、はい、うん、ちょっとよそ行きで今います。はい、なるほど。じゃあこの二人がこの後どう変化していくのか、そしてどんな解説になるのか楽しみにいきたいと思います。本題1枚だ、失礼しました。関する1枚だ。おたわむれを関だって、関できるって関したいじゃないですか。でもノリノリの本田はどうです？おたわむれをそーっと置きなさい。リンシャンから二軒リーチですよ。はい、まあ、安牌ですから ね。あと自分の町もペンチーピンですから、うん、初戦ね。いいんじゃないですか、それぞれの持ち味出てますよ。万番狙った本田さんとリーチリーチ、それからユウさんの押し引き、うん、ね、うん、え、いや僕はカンがね、おたわむれって言われたのがね、ちょっと腑に落ちないの。ペンチーピンがドサンピンなんだよな。これ進め方は難しいですよね。ほう、うん、それは石橋さんが単野を見るから、はい、7889の総図のパーソーをどう処理するかで問題なんですよね。なんでわかったんですか？僕と秋さんはそのパーソーを面前主体で考えるんで、まず第一巻だから多分ね、パーソー切りますね、秋さん、うん、パーソーも、うん、パーソー切るとね、そんなに難しくならないそうですね。はい、じゃあ移りますね、もう一回見てみましょう。パーソーがドラなんですね。とかパーソーって横に伸びづらいんですね。はい、僕はここでパーソーだと思いますけど、うん、そう、石橋さんはここでチーマン打ったりするんで、うん、パーソーね、ポンできるんじゃないかとかね。できない、まあ、なかなかできない、できないって言っても、やっぱり希望あるもんね。ちゃんとで使えるんじゃないかとか ね、うん、いやでもね、お二人の意見がこうちょっと今のところ結構合わないじゃないですか。じゃ大好きですよ。だからいやいや、お互いに意見を、はい、あ、武蔵切ったんだね。そして村上はチートイツのイーシャンテンです。ただドラなしのチートイズ、ここからちょっといいですね、村上さん、はは言い出しましたよ、うん、いいんです、これ村上さんはそんなにね華麗にプレーするタイプじゃないんで、はい、もっとね、ほんと泥にまみれろよって話なんですよ、はい、もう友達だからちょっとね、はい、うん、劇を飛ばしてる感じですね。そうなんですよ。あ、さあ本田また泣きましたよ。本田さん、あ、リーチだ、追いついた。3枚いく、これリーチだよ。いける、いける、いける。さあこの姿勢はリーチの準備運動。サブロソ3枚いる、いますね、3枚いる。リーチかけたら勝算あるかも。4対3のめくり合いが始まるんですよ、ね、これ何枚目、6枚目のサブローマン。はい、フードに本田が1枚使ってますね。自身で5枚持ってる。さっきあれほどリャンウマンごときみたいな言い方してたのサブローマンは怖いの、いやいや、どっちも、これは押せないと判断した、まあ、いいよねですね。そっか、リーチ超人、リーチできんか。そうだよな、親リーに怖いよな。でも強打3本出てるんですよ。怖いよ、しかもあと1回しか積もばないんですよ。これこんな生きてるなら言ったかもしれない。これ残酷にサブロソとかやめろよ。麻雀怖いよ。え、これ何がある、いいピンか。いや、これ怖い、もう見れない。僕見れない。さあどー、ほらもうやだ、いつもこれだもん。まあでもテンパイ取れるから。石橋さん方式でいきましょう。ポジティブにいきましょう。村上サブロンママチのテンパイ最後に取った。ほんとこの前もこれだったよ。きついですね、これは。あ、配定がずれた。さあそしてユウもこれで配定を回したんで、ずらしました。村上さんどうぞ配定、いらないのにっていうやつですね、うん、これ。ほんともうリャンウマンだ、もうリャンウマンしかないわ。だってリャンウマンいくらなんでも深すぎじゃないですか。いやもうほんと無理。四山ですよね。気持ちはわかるな。さあこれ巡り巡ってきた秋の最後のツボは、リャンウマンしか考えられないでしょ。配定、これ配定で村上が持ってくるのが違うんかい。ちょっとこれワンパイ、ワンパイに4つ、すごい、四山でした。そう、嘘だろ、ほんとワンパイに4つ、ワンパイに4つ。でも大井さんもね、そういう目に合ってたじゃないですか、確か。私はそういう時は本当に、はい、でも秋さんはあれですね、スマートな顔してますね。まあ分からないですよ、分かんないから、ね、はい、皮が数枚4枚見えてましたね、場に。そうですね、はい、龍卓です。ここはユウの一人テンパイ、
他の選手は1000点ずつ転売料もらいます。あ、でもね、どうしよう、これ切っちゃうとなくなっちゃう。今のあれ、供託が増えすぎてみんな1000点ボブ足になってますね。これ供託が4000点ですからね。はい、失礼します。村上さん、思ったこと全部喋っちゃう。僕のリーチ棒がなくなるな。そうですね、次もう、ね、親番絶対リーチしたいですからね。はい、まあ、たまにありますよね、供託が増えた時1000点棒。基本的には皆さん1000点棒1本は箱に残しながら打つという風になっておりますが、そうですね、マナー的なやつで。あ、これ頑張る、転売した。これは頑張りたいですか。今度は2万と数万のシャンポン待ちです。村上が1枚ずつ持っていた秋いいシャンペンけど、山に2枚残ってますね。2万だよ、嘘でしょ。畳もうとした村上、うん、はい、こんなことあります。はい、大きくはいと返事をしたが、その胸中がいかに。本田の上がりです。はい、本田に先手の3本待ち1900点。岸田交渉さんだったらこれ言いますよ、これ日吉さんだったら今風がどう、うん、なんだかかんだか言いますよ。大井さん言ってるじゃないですか。嘘800個並べます、嘘800個並べますよ、岸田交渉さん。いやでもこれはちょっと待って、俺フォローしなきゃいけないところのような気がする。仲悪いっしょ。いやいや、めっちゃ仲いいです、岸田さん。そうなの？はい、僕あの岸田さんにね、うん、あの石橋くんの麻雀は心地よい音楽を聴いてるようだって言われたことある。心地よい音楽を聴いてる、あ、それ詐欺師の上等文句ですね。嘘です、それ。そうやって石橋さんに取り込むって、石橋さん喜んじゃってるじゃないですか。ちょっと待って、もうこの話やめよう。はい、麻雀見ましょう、麻雀見ましょう。はい、はい、ほら、いい手、はい、ほら、めちゃくちゃいいじゃないですか。すごい手、いい手ですね。そして秋はシャーチャリシャーが重なりました。ここも早いぞ。いや、シャーチャーは、シャーチャーのシャーはお荷物ですよ。なんで私たちの派閥にとって、私、二階堂さんとはこういうところ、シャアが重なったことで、タンヤオピン風三色みたいなのが崩れていくイメージがあるんですよ。わー、でもこういうの切る大井さん、たくさん見たことあります。そうですね、これは分かっ、一部、ごく一部には分かってくれる感覚。シャア切っちゃえ、6万匹は絶好だ。でも3色いいシャアってんだ。3色はやっぱり取りましょうか。え、でもこれ大井さん、シャア切る、自分シャアですね。ということで、もうアキさんとはここでもうおしまいです。あら、さよなら二階堂さん。我々の派閥って言ってたじゃないですか。すごいですね、告白もされてないのに振りましたね、今ね。はい、お別れですもん、はい、松ヶ瀬さんなら分かってくれるはずです。後で分かり合ってください、はい、最近ほら、ワールドカップで本田圭佑さんの解説がすごい面白くて、僕大好きで。面白いです、昨日の夜も盛り上がりましたね、はい、僕本田圭佑さんとお互いにリスペクトしてるから。お互いに、どういうことですか。ツイッターフォローしてもらってるから。すごい、そうじゃないですか。こんな麻雀プロいるんすか。え、本田さん M リーグ見てるってこと。大井さんフォローしてるってことは何かしらね。大井さんの解説聞いてぶっちゃけワールドカップの解説したってこと。逆に、あ、ワンチャンあるよ、ワンチャン、ワンチャンある。勝間さん、今日は大丈夫な、冷静な顔してますね、今日は。あれ、顔でわかるんですか。いつも冷静に見えますよ、勝間さんは。いやいや、勘弁してください。何よ、うん、何よ、違うんですか。そらされた、はい、これはすかさずポンを入れた園田。勝俣さんは3万5千点から4万点ぐらい持ってる時、世界一強いですよ、勝俣さん。そのあたりのトップの持っていき方がすごいってことですか。1万5千点を切った時は1秒で補充します、はい、確かになんか意外と補充率も高いんですよね、はい、勝俣選手って。それは踏み込むからってことです、うん、それだけね、リスクの取り方が、これどうしよう、うまい、うん。そういえばね、中林さんね、あの大井さんがやきもち焼くくらいいいマンションを打ちたい、解説してくれてるからって言ってましたよ。なるほど、そう、中林さんすごいいいマンションです。この前のハンちゃんもなんかご自身で完璧って言ってたけど、うん、僕はウーワンポンして数万で報酬したのはどうかなと思ったけど、それ以外は完璧、うん、それ以外は、はい、問題なかったです。なるほど、中林さん強いですよ。今日は、ね、うん、今日はその意気込みをね、いただいております。そう、めっちゃ研究してますよ、中林のは。やっぱね、新規参入選手はデータが少ないですからね。そうですね、やっぱり中林ってね、オーソドックススタイルですね、はい、そう言われてますね、うん、大井一派じゃないですか。彼は多分僕のこと結構好きだと思いますよ。好きだと思います。麻雀がね、はい、人間性はどうかと思う。僕のことは好きじゃないかもしれんけど、麻雀好きですね。アベマズの3人もよく言ってるんで、人間性が、麻雀だけは。あ、来た、新タイツです。ウソ短期、あ、リーチだ、赤切ってリーチ、両ピン待ち行きます。おや、リーチの一発目、中林きつい。これ怖い、めちゃくちゃ怖いじゃないですか。リーチ行った、リーチと行ったということは切ります。これ薄いか、炎の赤上切りです。両ピン待ち、おい、でも4山、はい、しっかり残ってますよ。4枚だ、手の中、4対2ですね。4対2、4対2、
枚数は中林です。リャンウーピン待ちの中林。そうですね、4対2は単純計算ね、2枚多いですね。2枚多いですね、はい。まあ、比で言うとだから、まあ、3分の2は中林が勝つ。そうです、流局を考えなければ、あるいは他2人の上がりを考えなければ。そうですね、うん、他2人はちょっと参戦できるような状況ではなさそうです ね、 ただ土田校長さんは4対2は5分って言ってましたね、はい、日吉達也さんも言ってました。言ってましたよね、はいはい。そうなんですよ、2人で言い出すと誰も止めないんでね、やっぱり。どういうこと？風が7000点の4枚と3万3000点の2枚だから、枚数数えなくていいじゃん。ちょうど5分勝ちました、はい、4対の4勝ちました、はい、リーチ一発、いつもトライ1、2004戦、はい、中林が復活してきます。これリーチ行きますよね。リーチ行くけどね、怖いけど、怖いけど、ね、確かに風で2枚分はちょっとカバーできなかったですね。今回は嘘だと僕は思ってます。はい、以上です、私から以上です。なるほど、はい、じゃあ何の3曲いきましょう。次会うとき怖くないですか、大江さん、内田さん。絶対会うじゃないですか、うん、でも僕、土田校長さんの前で嘘800って呼んでるの呼んでるのやばいですね、うん、大江さんすごいなと思いながら、楽しく解説させていただきました。一人でもね、ちゃんと解説できるようにしっかりこれからも頑張りたいと思いました。はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。それでは大江さんもお願いします、はい、長年の夢が叶って、僕個人として石橋さんの選手としてもリスペクトしてますし、解説としても大好きなので、いつか石橋さんと解説一緒にしたいって希望を出してたんですよね。はい、またぜひこういう機会があったら解説してみたいなって。本当に今日楽しかったし、勉強にもなったし、たくさん自分の中でメモを取って、うん、とてもいい麻雀を見せていただいたので、はい、感謝です。はい、はい、ね、大井さんのラブコールによって実現した今回なわけですけれども、はい、本当に焦れてる、はい、本当に非常に楽しい解説だったと思います。お二方改めましてどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。